こんばんは、ジュリです。今日も YouTube をご覧になってくださってありがとうございます。今ですね、概要欄から LINE のお友達とメッセンジャーのお友達を募集してます。 YouTube で話さない深い話をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。チャンネル登録の方もお願いします。今日も一言あります。では今日はですね、モテオくんが渡す〇〇とはという話をさせていただきたいと思います。でモテオくんはその〇〇を女性に渡すのがすごく得意なんですね。だからその〇〇によって女性は、あ、この人すごい優しいなとか、あ、もっと会ってみたいなっていう風に思ってくれるんですね。じゃあモテオくんは一体何を渡してるかっていうと、情報です。それは相手が知りたい情報を渡している。例えば女性が今最近肩凝ってるんだよねって言ってたとしたら、その肩こりに効く情報を渡してあげるとか、 URL とかでね、こんな肩こりにこれが効くらしいよって渡してあげるとか、相手が欲している情報を調べて渡すことができる人っていうのはやっぱりモテ役になりますよね。ぜひ、情報を渡してあげてみてください。ではですね、後から出ますけれども、メルマガから5つの動画をプレゼントしてますので、ぜひ受け取ってください。概要欄から LINE の友達とメッセンジャーの友達を募集してます。私から直接返信をさせていただいてますので、ぜひお友達になってください。メルマガ、 LINE、 メッセンジャー、そして YouTube のチャンネル登録の方もお願いします。では、私が行きたいところいっぱいあるんですけど、でもなんかね、よくみんな行ってよかったっていうところ、スイス行ったことないんですよ。行ってみたいです。はい、じー。はーい。では今日も一日お疲れ様でした。ゆっくり休んでくださいね。また明日。